どうもこんにちは、リュウボンです。アサシンクリードシンジケート続きやっていきます。さあ、計画変更というねシーケンス7の、ミッション、花屋の前でね待ち合わせとか、一体何を考えてるのかしら。どこに行くかもう一度教えて。ソーンが王杯殿下の書簡を持っていたのを見つけた。君の鍵と同じ記章で日付は1847年。1847年、殿下がバッキンガムの改築に着手された年だよ。エデンの布の保管庫が、そして見取り図の中に秘密の保管庫という部屋がないのであれば。殿下、こちらはミス・エビー・フライです。ミス・フライ、こちらドリープシング殿下だよ。お会いできて光栄です。友よ、設計図は持ち去られていた。一体誰に？クロフォード・スターリック、もしくはその手下だ。君たちも名前は知っているだろう。場所はわかるが厳重に警備されている。任せとけ。そうだ。これは予想外だ。作戦が必要ね。僕がおとりになってる間に方法を見つけてくれ。え？いいの？もちろんだ、君のためなら。これ狙ってるよ。中に入ったら図面のありかを知ってる人を探して。終わったら列車で会おう。恋が芽生えちゃった。完全に芽生えてんなこれ。継承があるね。よし。ヘンリーに2回注意を引かせる。ちょっと待ってね。そういえばさ、さっきのおっさんは、あれなんかね。実在する人物なのかね。よし。さあ、注意を引かせるってどういうことだろうね。くしゃみが出そう。ああ、そう。俺はね、よく風邪の話はするけど、完全に今ね、季節も変わり目なのでね、風邪には十分、注意をしてください。おい、待って、注意引かせるってどういうことだ？なんか指示が出せんのか？引かせるってどういうことだ？手段が、とりあえず進めるか、いろいろ、ね。よいしょ。そこにいるやつは、よし。さあ、エデンの布というものはね、一体どういうものなのか。ま、このエビーのね、章は楽なんだよね。やばい。財布がね、財布じゃねえや。このナイフがね、ともかく、30本とかいう量持てるんで。し、開く。ヘンリーね。ここでもしかして交代できるとか？じゃあね。説明不足すぎてわからん。ちょ、もうちょい。もうちょい。嘘！あ、びっくりした。びっくりした。死体を発見とか言ってんな。死体見つかったか。いた。テンブル騎士団かな？この。やべ。
ヘンリー、どうしたらいいの？マジで。おっと。ちょ。こら。そしてお前は、あれ？アサシンで行きたい。よし。ほぼ全滅やな。そして、継承を、無効化。とりあえずここ調べようか。まあ、当然だよな。あ、投げなく設計図さん。これはすごい。ちょっとね、やろう。こんな後に登場するインベントリだったんだな。これ。投げナイフの量は増えるんだよな。おかしいと思って、おかしいと思ってさ、全然この設計図出てこないから、結構過去のとかやってたんだけど、こんなん終盤じゃねえかよ。さあ、これで何本持てるようになった？エンビーの、エビーか、の能力も相まってね。果たして何本になったのか。注意を引かせる。わかんないよね。あ、もしかして R ボタン？違うなぁ。わかるかよ。ダブル行く？行こうか。ちょっと待って、あいつが、よし。オッケー。そして、こいつが、やべ！潜む。死体に気づいたんだよね、こいつ多分、最初。で、その次に俺の姿見られたが、あ、アホだな。やばい。よし！あ、すげえいっぱいいる？あれ？なんで？あ、建物の中が、まあ、でも、うぅ、すげえいっぱいいる！待って、あぶね！オッケー！怖えー！注意引かせるとか全然わかんないんだけど。どうなんだろうね、本当に。全部一人でやっちゃうよ。注意を引かせる方法をね、書いといてくんないと。おっ！ああ、びっくりした。とりあえず、こいつは、窓からね、あっち向いてくれれば、もう、侵入手段まで。できるので。あっち向け。ああ、動かないパターンか？上から行こうかな。待ってらんねえな。バカ！あぶねえ。なるほど。そして、これは、どっから出てくるんだ、こいつは。よし。オッケー。これで、ちょっと戻ってくるまで、待ちましょうかね。ちょっとね、あの後ね、口笛を吹いたらね、外に出てくれたので、よいしょ。危ねえ。よし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 。
で、外から、上に、さっきね、いたやつが、外から、来ようとしてるので、うわぁ危ねえ。ちょっと無理したな。そしてあいつはナイフでいいや。すると下手すりゃね、あっちの奴らが気づく。気づいたね。まあいいや、あいつらはバーサークでね、多分、全滅させることができるので、一旦放っておこう。そして、奴は、よし。そして、向こうを向け。よし、オッケー。さあ、二個目。まあ、こんな箱に入ってるはずがないな。違う。よし。そして戻る頃には、そっちかい。確かね、この辺に一匹いるはずなんで、上に。いた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 。オッケー。そして、上に行って、ちょっと行動する前に、もう一回、マーキングチェックね。いないな。そしてあいつらバカだな。そんな焚き火囲んだら、よいしょ。まあ全滅だ。お、薬物被害。もしかしたら一度に何人とかいうタイプの実績かな。オッケー。あいつらほっといたらね。バーサーク生き残ったやつも死ぬんだよね、毒で。これさ、ヘンリーさ、何？話すの？ちょっと、話してみよう。話すって書いてあるじゃん。オッケー。作戦は？合図をくれたら、警備員を喧嘩に巻き込む。それからエアバッグを使って逃げるよ。だいぶ。その混乱に乗じればいいのね。準備は？完璧だ。これで？これで？いや、違うの。ヘンリーに注意。もしかしたらこれで。この状態。あ、やっぱり。で、一回でしょ、これで。二回やればいいんで。バカ野郎！危ねえ！ナイス。まあ、全滅プレイ、できそうやけどね。もうちょっとあそこに行ったらいっぱいいそうだけど。ただ、もうこいつしかいないんで。はい。OK。これでね、目標は達成。よし。いい加減にしろ、舐めやがって。殴られたらしいな。無理やり黙らせるしかないな。怖え。すごい怖いこと言ったね、今。今、ヘンリーだよね、言ったの。名前なんだっけ？エビーだ。エビー。ちょっと、彼氏にするには考えておいた方がいいぜ。怖いぜ、この人。さあ、そこに。もう全滅してるからな、この辺の奴ら。そして、あ、この家の中にも大した量いない。てか、一人しかいないんだ。楽勝だったな。後で湧いた時のために、これ潰しとこう。オッケー。おい、入れ入れ。
つが後ろ向いたら、オッケー、おらアホが全滅じゃ。設計図か、エデンの脳じゃねえ。話聞いてなさい。はい、何もないわ。え、設計図の場所は誰かに聞こう。拉致か、全滅させちゃったけど。あ、いた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 、だよね、じゃないとね、詰んじゃうから。あいつ一人だけ？ワイダの。あ、一人だけだ。ま、親切設計だな。本来の意味での。しかも、拉致しやすいように後ろ向いてくれている。本当だ。どこに連れて行かれたか知らない。彼って。あんたと似た格好の人だ。警備員が引っ張っていった。ヘンリー。ん？盗んだ。もう捕まったんか。そのことは何も知らない。設計図を任務が先。おい。用済み。さて、ひどいな、喋ったのに。よし。じゃあ、ミニマップに見えるね。あのお酒はね、まあ欲しいっちゃ欲しいんだけど、あれね、わかる？画面中央に見える。変なやつ。うん、あれも一つの収集物なんだけど、まあ、ちょっと今回はね、ミッション、やりましょう。すげえな。死体だらけだぞ。ヘンリーの行方を調べる。この投げナイフは彼をその場で殺した。これだな。あ、これはもういいのね。ん？あ、いや、押す。うん、オッケー。この投げナイフはターゲットに当たらなかった。はい。ナイフの軌道。なんで今更こんな面白いことすんの？もっともっとこういうのやったらいいのに。ねえ、事件を。調べるっつってさ。まあ、隠密じゃなくても良さそうだけど。これは？ん？ちょっと待ってね、女の子。彼が抵抗した形跡がある。死んでるもんな、思いっきり。待って待って。これは？くくり？はっきりと確認できる足跡。この衛兵は他のものより体重が重いか、何かを運んでいたか、それとも誰かを運んでいたのか。それはおそらくヘンリーではないかということだな。うるさいな、今ちょっと仕事してるんですよ。はい。あー、子供ね。あの、味方なんだよね。噛みついたのか。でも遠くには行けないよ。車輪が今にも外れそうだったから。なるほど。車輪の音を追っていける。ずっとヨロヨロしてるやつ。ほう。あれか。到達。とりあえず到達しような。どうだ。お。さすがやな。もうウィッチャーやな、完全に。これは？ああ、なんか、慌てて走りました、みたいなことか。馬車が怖いな、後ろから引かれそう。まあ。すげえな。あ、もう、わかるね、痕跡が。まだ先だね。これ馬車に乗って行った方がいいのかな。どんぐらい遠いのかが全くわからん。とりあえずこっちだよな。やっぱり、ちょっと馬車使おう。馬車の方は楽かもしれない。ごめんね。どいてどいて。あー、そうなっちゃうか。馬車の道を外れた。すごい速さだったみたい。調べなくてもいいよな。とりあえずこれだな。ちょ。いやいや、ほんと、ちゃんと、ねえ。やったんだけど。で、ちなみにね、あ、そうそう、言ってなかったけども、
街中のギャングを黙らせるというね、あのアップグレードがあって、アップグレードってあれね、ゲームの中での話。あの、要は、フライというね、名前をビビって、一切喧嘩を向こうから仕掛けてこなくなるっていう。そういうのをね、そういう、こう、スキルを持ってるので、今みたいな時でもね、あの、おいお前とか言ってこなくて、すごくいい。最初の頃はそれが面白かったけど、やっぱもう、クリア間際になるとね、鬱陶しくなってくんだよ。あれだな。きっとあの場所ね、見つけたわ。さあ、ヘンリーはどこ？さあ、